グアイラ県はパラグアイ南東部の県。2016年の人口は218,507人で18県中9位。県とはビアリカ。1570年5月14日、ルイディアス・デメルガレホが旧ビアリカを建設したが、現在はブラジルにある。他にも多くの都市が築かれたが、バンデーランティスの襲撃を受けて、住民の大部分は、 パラナ川の西やイガース川の南に移住した。1682年、現在の位置にビアリカが再建された。1686年、フランシスコ海がイタペニグアラニーヒトを隔離した。19世紀頃まではラグアイラ地方、あるいはラッピネリア地方と呼ばれていた。1906年、第5県が設置された。 最高気温記録は摂氏38度、最低気温記録は摂氏1度、年間平均気温は摂氏21度、年間降水量は1537ミ、mm、リメートルで10から11月に多く降る。ありがとうございます。